本案は多数をもって可決されました。来年度認定 NPO 法人など新しい公共の担い手に寄付をした場合、これを税額控除の対象とする画期的な制度を導入します。菅総理が今国会の冒頭で謳い上げた寄付税制の画期的な改革、鳩山政権以来の懸案だったその税制改正法案が今月22日ついに可決成立しました。これからは認定 NPO 法人などに寄付をすると、その金額の半分弱が所得税や住民税から減額されます。つまり事実上、あなたの寄付の約半額を国や地方自治体が代わりに持ってくれるようなもの。はい、チャイルドラインです。18歳以下の子どもが誰でもフリーダイヤルにかけて悩み事の相談ができるチャイルドライン。電話の件数は年々増加しています。しかし電話が増えれば私たちはますます苦しくなるという中にいます。全国各地のチャイルドラインの平均年間予算はわずか200万円弱。子どもたちを救いたいという思いとは裏腹に、フリーダイヤルの費用負担が重くのしかかっています。子どもたちが自由にいつでも電話ができるようなチャイルドラインになるためには、ぜひ一般市民の方たちに支えていただく必要があるというふうに思っています。一方、同じく子どもへの支援を行いながら資金面では対照的なのが国際的市民団体ワールドビジョン。主な財源は各国の事務所がそれぞれに集める寄付金。ワールドビジョン韓国、ワールドビジョン香港、ワールドビジョン台湾というのは、これは70億円とか100億円をですね、それぞれの国の中で集めてるんですね。しかし何といっても寄付金額断然1位はやはりこの国。アメリカなんかですとですね、法人登録をしたらすぐにそこで税控除ができるという、それは非常にしやすいという制度はあるんですけども、ワールドビジョンジャパンはですね、まだまだ足りないと。寄付金の税控除という仕組みを今回日本で成立した形よりさらに進んだレベルでとっくに導入済みのアメリカ。そんなアメリカのさまざまな市民運動を菅直人議員が視察に行ったのは初当選から間もない頃でした。市民団体の財源について説明する当時の報告書の一節。資金をどうしているのか聞いてみたら、年間20ドル出す会員が22万5千人いるという。この450万ドルをベースにして運営しているんですね。豊かな寄付金に支えられたアメリカの市民運動の財政事情に目を見張った若き菅直人議員。それから30年、日本の NPO 活動もこれでようやく変わり始めるか。先ほど紹介したチャイルドラインは今東日本大震災で被害を受けた子どもたちの心のケアに尽力しています。不眠を訴える、夜が怖いからとにかく怖いという感情を周りに言えないだろうと思うんですよね。ああいう状況の中で今こそ活動資金が必要。今回の税制改正の効果をチャイルドラインも大いに期待しています。1000円の寄付がいただければ、子どもたちが60分間話をすることができます。法律がせっかく変わった、そのことが有意義に生きることだなっていうふうに思いますね。